みです。ゆずはです。まりあです。ピンクラテ TB 始まるよ。はい、本日の企画は私たちがいつもしてる自撮りの裏側をご紹介になります。イエーイ。自撮りの裏側ってどういうことと言いますと、まあ、いつもねインスタグラムとかたまにピンクラで TikTok、 あれ自撮りっていうのわかんないけど、そういうのだったり、私たちいつも、まあ、自撮りをしまくる職業というよりも過言ではないと思ってるんですけど、自分を見せるお仕事をやってるものですから、自撮り結構うまいよね。みんな過言のカレーかな。もう音の可愛いよ。キャワキャワ。なんか言われ待ちみたいになってる。待ってんの。で、私たちはまあちょっと自撮りに自信がある3人なので、みんなに私たちの自撮り方法を伝授しちゃいたいと思います。ということで、詳しく自撮りについてお話ししていこうと思うので、ぜひ最後まで見ててくれると嬉しいです。それでは、どうぞ。紹介します。メイがいつも使ってるアプリはビューティープラスとビューティーカムってアプリを使って自撮りしてます。あとたまに iPhone のノーマルカメラを使うくらいで、で撮るとき意識してるのはメイの個人的な意見なんですけど、メイの顔左からの方が漏れるなって思ってるんで、撮るとき左上からです。下は絶対ダメ。ダメ。それはもうダメ。絶対ダメで。なんで右がちょっと嫌いかっていうと、普通に作りも嫌いなんですけど、前髪がねこういう感じの前髪なんで、右から取ってしまうとデコが強調されてしまうんです。ちょっとおはげさん。そう、おはげさんが。しかもこう取ると前髪の裏側に、ね。見せちゃいけないものが見えてしまうっていう危険性があるので、人と会うときも私だこっち向いて喋ったりしちゃうんですよ、癖で。自分が一番可愛く見えると思っている角度からまず撮る、あとフィルターとかはインスタの系統を揃えるようにしてるんで、全部同じフィルターで撮ったりしてます。最近ね、内カメでずっと同じ角度の投稿が多くて、メインのインスタ見ると全部これなんですよ。変えようと思って最近は外カメで広角にして撮ったりとか。難しくない？むずいんだけど、連写で適当にいろんな角度から連写していいのを探したりしてます。じゃあちょっと早速何枚か撮りたいんですけど、ビューティープラスからまず使いますね。ビューティープラスはフィルター加工だけしてて、顔の加工は何もつけてないです。実物と違うとか言われたら困るんで。困っちゃう。顔がすごい丸いのがコンプレックスなんで、顔の近くに手置いたりしてます。ちょっと微調整。カメラのに機能があって、内カメでもちょっと広角できるんですよ。でいつもちょっと内カメの広角ちょっとして撮ってます。でカメラ見る位置なんですけど、カメラのちょっと上を見るの。あ、1センチくらい上、そしたら上目遣いになって目が大きく目に光が入るから、いつもそう撮ってます。ビューティーカムってアプリ使ってるんですけど、これは TikTok で結構話題になってたアプリで、これの iPhone っていうカメラ機能がすごくて、 iPhone？ そう、なんかノーマルっぽいんだけどナチュラルに持ってくれるって、ノーマルなんだけどノーマルじゃないって反抗してる。すごい、それがカップっぽい。そうだから、これの写真見せてもみんな無加工の普通の iPhone のカメラで撮ったって思ってくれる。すごいね、その画面がもう iPhone のとノーマルだもん。でいつもフラッシュタイプ撮ってます。横画面もすごい多くて、横画面にするときはめっちゃ顔をアップにして撮ったりしてます。こんな感じでいつも撮ってます。目はこんな感じです。ゆずはインスタでいつも撮ってます。スタンプつけるときはインスタで、つけないときはスノーで撮ってます。スノーはだいたい全身写したときしか使わないんで、インスタは最近ハマってるのがこれを、あ、猫ちゃん、あともう一個これ、え、よくない？なんかすごい漏れる。写真を撮るときは絶対二人で撮ります。そうなんですね。はい、一人はないんですね。一人は寂しいじゃん。二人で
抱っこして横で撮るんですよ。ちょっとこの斜め上からの、この暗いところではフラッシュ、うんうん、明るいところではその明るさを使って、うんうんうん、本当にこの画角で撮るとちょっと上目遣いできるし、可愛いじゃないですか。可愛いですね。はい。なのでこのここの手、ここのここの角度、何度、これ何度何度、160度で撮ってください。腕の角度は160度。で、暗い時はフラッシュをたく、はい、で明るいところではその明るさを使う、はい、でちょっと上目遣いが大事です。ポイント、全身を撮る時のスノーは妹を使います。言い方いいね。妹の身長で撮るとちょうどいいんですよ。全身の写り方がめっちゃ綺麗なんですよ、うん、こういう感じ。ああ、ああ、うん、ちょっとわかる、はい、でも妹も身長伸びちゃうよ。伸びちゃう。そう、だからしゃがんでございます。なんかずっと撮らせてたら、ずっと撮ってもらってたら、うん、クムロと上手くなったのだから最近は任せてます。以上です。なるほど。はい、アプリは自分を使います。160度、よりって自分を使うことだよ。あ、確かに。で、あとは2人撮ります。なるほどね。寂しいで。なるほど。はい、ゆずはちゃん流自撮りの資格でした。はい、マリアはアプリはソーラを使ってます。インスタもたまに使う、うんうん、おすすめのやつはあのキラキラのやつ、これ。あー、これお気に入り。待って、なんか今日の私可愛くない？うん、可愛い可愛い。はい、チーズと、どうも一個ピンクっぽい。あー、うん、はい、チーズです。で、ソーダは結構自然に燃えます。いつもインスタのやつソーダ。ソーダめっちゃ可愛いよね。ありがとう。若干三白眼っぽくって、うん、上すぎたらめっちゃ目が怖くなっちゃうので、うん、そこまで上じゃなくてもうここぐらいの角度。170度。あ、170。あー、いいよ。頭のてっぺんぐらいの高さぐらいで撮ります。はい、はい、チーズで撮ってます。はい、ソーダはあのスタジオってとこ押したらいっぱい加工みたいなのが出てきて、そこからテンプレートみたいな、テンプレートっていうのかな、お気に入り登録しておけばすぐ出てきます。すぐ出てくるんだ。そう、いいこと知った。インスタって、うん、たまに3人とか4人までとかあるじゃないですか。そうなんだよね。でもソーダは多分何人でも消えるかもしれない。インスタってさ、あれじゃない、横画面やるの、エフェクト付き。自分でこうやらないと。自分であの顔をさ、うん、横にカッてやんないとインスタとついてくんないんだよ。前髪かじれる。しっかりやんないと。そうそうそう、だから便利で、うん、だからおすすめです。おすすめです。何人でも撮れます多分。こんな感じ。こんな感じです。うちらの自撮りこんな感じです。私たちがね、いつもインスタとかで上げてる自撮りの裏側よく知れたんじゃないでしょうか。みんなね、個人個人すごいこだわりがあったね。ゆずはちゃんちょっと癖強かったね。160度。人を使います。妹を使います。ちょっと個性爆発しちゃってましたけど、なんか麺もね、知らなかったことをね、うん、知れてね、そうだ、使ってみたくなった。めいちゃんのアプリで、ね、iPhone やってみたい。あれめっちゃいい、本当にすぐにインストールします。ぜひ皆さんもぜひ真似してみてください。漏れると思うので、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバイ。